アルテミス計画はアメリカ合衆国政府が出資する有人宇宙飛行計画である。2024年までに最初の女性を次の男性を月面に着陸させることを目標としている。計画名と計画の詳細は2019年5月に発表された。なお、アルテミスはキリシア神話に登場する月の女神でアポロ計画の由来となった太陽神アポロンとは 双子とされる。この計画は、主にアメリカ航空宇宙局と NASA が契約している米国の民間宇宙飛行会社、そして欧州宇宙機関宇宙、航空研究開発機構カナダ宇宙庁、オーストラリア宇宙庁などの国際的パートナーによって実施される。計画自体は NASA が主導しているものの、月面での持続的な中流を確立し、民間企業が 月面経済を構築するための基盤を築き、最終的には人類を火星に送るという、長期的目標に向けた次のステップとして、国際的なパートナーシップが計画を前進させる、上で重要な役割を果たすことが期待されている。2017年12月、ドナルド・トランプ大統領は月探査計画を承認する宇宙政策指令第1号に署名した。アルテミス計画は、 オディオンと月ツ起動プラットフォームゲートウェイ、そして商業月面輸送サービスをはじめとする進行中の宇宙機の計画を利用して実施される予定であり、未開発の有人着陸船も追加される予定である。オディオンの打ち上げにはスペースローンチシステムが用いられ、商用ロケットは他の様々な構成物を打ち上げるために使用される見込みである。 NASA はアルテミス計画のために16億ドルの2020年度追加予算を要求し上院歳出委員会は議会の評価と承認に必要な5年間の予算プロファイルを NASA に要求した。2021年4月17日 NASA は月着陸船の開発運用にスペース X を選定した。2019年時点ではすべての有人ミッションは ケネディ宇宙センター第39発射施設からスペースローンチシステムによって打ち上げられる予定である。現在の計画では、いくつかの補助的なハードウェアは他のロケットと発射場から打ち上げられることになっている。ありがとうございます。